はい、どうも、激辛マニアユッキーです。今回は、モアホイットさん、長らくお待たせいたしました。はい。リスナーさんから、モアホイットさんという方から、カンパをいただきまして、18禁カレーを、購入いたしました。アマゾンで、3500円。はい。ということで食べていきたいと思います。賞味期限が2021年の4月の19日。やはり、辛いもんだから、あれかな？いや、パウチだからか。そういうあれだから。で、何を買ったかというと、ででーん !3 種類てってけでってってーってってー。はい。こちらですね、18金カレーは、一応今のところ、この白いやつのもう一個上があって、最近出たんですけど、半年ぐらい前に出たんですが、それは、いきなり頼んでしまったらつまんないということで、俺は独断の、判断により、この3種類を、購入しました。ウイスキーでもあるんですが、酒ね。まあ俺酒マニアですから。ウイスキーもね、最初にいきなりマッカランとか飲んじゃうと、高いやつ飲んじゃうと、ぶっちゃけた話、つまんないんですよ。それ以下がもう全部まずく感じるんで。うん。その理論です。その理論なので、最初に、ウイスキーをおすすめするのは絶対に格言はダメです。ブラックニッカクリアにしてください。二十歳の。18禁と書いてあるんですけど、これ、酒は二十歳からですからね。ね。酒は、ウイスキーをまずブラックニッカクリアから買ってください。絶対に角瓶いきなり買った、俺はいきなり買って最初のね、二十歳の時に、買って飲んだウイスキーが角瓶だったんで、恐ろしくまずくて、ゲロのような味がして、二度と買うか、みたいな感じで4年間ぐらいずっとね、ウイスキーを封印していたんですけど。はい、ということで、こちら。まず食べるのはこちらです。一番、甘口のやつですね。ピンク色のやつです。ここにまあいろいろバーっと書いてあるんですけど、この、18金カレーは、18金カレーの中では甘口ですって書いてある。甘口ですって書いてあるんで、まあ、これが一番、18金カレーの中で一番甘いやつということになります。はい。板からですね。警告必ずお読みください。18禁辛すぎますので、18歳未満の方は食べないでください。高血圧、体調不良、胃腸の弱い方は絶対に食べないでください。はい。俺、胃腸はものすごい弱いんで、辛さに弱い方はもちろん、強い方も注意してお召し上がりください。はい。体質に合わない場合は、直ちに食べるのをおやめください。万一目に入った場合は大量の水で洗い流して、直ちに、医師の手当てを受けてください。このカレーは辛いもの好きの方のために開発した商品ですと。そして、国産の鶏肉と野菜を使用し、化学調味料を括弧、アミノ酸などや、香辛料抽出物は一切使用せず、素材の旨味と辛さを活かしました。原材料名から言いましょう。鶏肉、野菜、かっこ玉ねぎと人参とニンニクと、カレールー、かっこ、食用、油脂、油脂ですね。食用油脂。小麦粉、果実、野菜、かっこトマト、リンゴ、玉ねぎ、ニンニク。そしてカレー粉、食塩と砂糖と、チャツネと発酵乳と、チキンポークエキスと、酵母エキスとココナッツミルク、そして、香辛料と、醤油とワインと唐辛子と酵母エキスと、カラメル色素、となってます。
容量が 200g。滅菌方法、殺菌方法は、密閉性容器に、密封し、加圧、加熱、殺菌。こちらの商品は2021年の5月の22日まで大丈夫です。まあ、レトルトパウチなんでね、結構持つでしょ。まあ、だから、まあ、最近ありましたけどね。ね、まあ、台風とか、まあ、こういったのはダメなんですけども、ね。カレータイプの、まあ、ご飯が必要になってくるかもしれないですけども、まあ、レトルトパウチ系はやっぱり、ね、長持ちするんで、うん、はい、となっております。外菌からだと、特に判断できないんですね。18菌カレーとしか書かれてないんで、これが板からなのか何からなのかは全然書いてないですね。まずはこれ、食べていきましょう。はい。前回と同じ、ことにならないようにですね。今回は、しっかりと牛乳を2リッター、用意してます。そして最初に、これ、ホットミルク。ね。ちょっと飲みましょう。ね、コップ一杯ぐらい。この湯葉が美味しいんですよ、湯葉が。あ。うん。ホットミルクはね、美味しいですよ。夜眠れない時とかはホットミルクが効くって聞きました。うん、なんかあるらしいです。で、18菌カレーはですね。はい。やはり辛さは10、あれなんで。暑さにも比例するんで、しっかり10分間。加熱しておきました。そして前回の、二の舞になった場合は、一応、ね、吐く用の、吐いた時用の、吐く時用のこのポリ袋。よし。豆乳、お、なんだこれは。なんか、物が入ってますね。ゴロッと。肉かな。
チキンが入ってるって書いてあったね。あっつ。あっつ、あっつ。あっつ。あっつ、あっつ。あっつ、これ、あっつ。なんか赤いものも見えたんで、多分唐辛子でしょうかね。なんか唐辛子ですね、これね。ハバネロかな。こういうのも、しっかり貧乏症なんで、これしっかりこうやって、ね、もったいない精神、忘れちゃダメです。しっかりこう、ね、最後の、一滴までこう、出す。その点ね、ヒカキンさんはね、ものすごい、ものすごい雑にやってましたね。あの人はね。うん、もはや、あれでもうわかるね。育ちがね。うん、よし行きましょう。いただきます。いただきます。あ！あ、これ！あ！うわ！これは！これはあかんやつだ。あ！うん！これね、リーのね、30倍のね、カレーあるでしょ？あれの、しょっぱくないパターンのやつ。リーの30倍は結構しょっぱいじゃないですか。あれ、ビーフシチュー。ビーフシチューじゃねえ。ビーフカレー。で、それが、しょっぱくないパターンのやつですね。うん。これ、塩もうちょっと入れてほしいっすわ。本当にあれ、しょっぱくねえな、全然。こんなしょっぱくないカレー食ったの、初めてかもしれん。塩加えていいっすかね。ちょっと塩加えていい？全然しょっぱくない。これまさにあれか？高血圧の、あれ対策なのかな？高血圧の人の方の対策のためにあれですか、ダブル作用を、ダブル作用を抑えるためか。辛すぎるっていうのと、高血圧ですっていうパターンの、そのダブル、カウンターパンチみたいなの。クロスカウンターみたいな感じで、効くから、減塩仕様なんですかね。ほぼしょっぱくないです。これカレーとしてはもうダメですね、これ。もはや。辛い以前にしょっぱくもないんで、ぶっちゃけ食ってもうまくないっていうパターン。ダメだな、これな。まあ、マシになったか、ちょっとだけ。これ肉か。肉っぽいな、これ。
うめこれ鶏肉ですね、これね。これ鶏肉ですね。うん。この食感。鶏肉だ。うん、辛いなぁ。辛い。ただ、あれ、ビーフカレーじゃないんで、リー30倍よくはまずいです。うん。まずい。チキンカレーだから。ビーフカレーの方が美味しい。リー30倍、いかにうまいかわかるね。ただあれ、ほぼほぼどこにも売ってないっていうね。うん、ほぼどこのスーパー行っても売ってないんですよ。理由は多分買う人がいないからですね。辛すぎて。もうちょっと塩入れた方がいいな、これ。全然しょっぱくない、マジで。全然しょっぱくないな。うまさとしても圧倒的にあの、リー30倍の100倍ぐらいうまいですね。うん。辛さは、B の、B の60倍ぐらいじゃない ?30 倍のあれの辛さ2倍ぐらいか、もしくは、いやでも45、うん。多分リーのあの昔売ってた45倍のあのぐらいですかね、多分ね。ちょっとそれが上か、もしれないですけど、少なくともまずいという意味で、あの、60倍ぐらいですね。これ60倍だ。少なくとも、分かったことは、やっぱり、リーってうまかったんだなっていう。やっぱり、リー30倍とか45倍ってあれ、ビーフカレーなんですげえうまいんですよ。あれのキャッチコピーが辛い辛い辛いうまい。だったっけ？まさにそれです、ね。だからうめえですよ。前からもう、ま、あの、買うんですよ。これだって。汗かくと逆に寒くなってくるんで、ヒートテック。ヒートテック、ヒートテック。逆に寒くなってくるわ。冬は。あ、これ鶏肉ですね。うん。
うん。これ、鶏皮ですね。うん。で、これ多分ハバネロですかね、これね。ハバネロか、これ。これ、ハバネロですね。種が硬いな。これ牛乳なかったらギブですね。ギブギブ。これもう震えるレベルの。口が食うのを拒むんです。うわぁ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 。痛い。口内が痛い。痛から。うわぁ。うわ、これ、あれだ。これきついぞ。寒くなってきた。口が震えるぞ。口がね、口と胃がふ、震えるんです。震える。鼻水が出る。あ、鼻水が出る。ああ、ちなみにね、涙が出てるんじゃないですよ、これ。これ汗なんですよ。汗ですね。ここら辺からもうね、汗がね。そうか。
これが辛、辛、激、18禁カレーの中で、これが甘口か。食べるときは絶対に水を飲んじゃいけない。これを、まあ激辛のマニアの人知ってるんですけど、これで牛乳だったら大丈夫じゃねえかと思ってたんですけど ね、ダメですね。牛乳も飲まん方が良かった。最初のこのホットミルクは良かったんですよ。絶対。ホットミルクはまだ良かった。まだ食ってない状態だよ。だから食った後に牛乳飲んだんで、倍ぐらいの、あの辛さになってしまったっていうパターンですね。あれ？あれ？
科学的に、なんでああいうことになるんですかね。よくわかんないんだけど。水を飲んでしまったらなぜあんなに辛くなるのかっていうあの現象の何て言うんですかね、あれの現象の名前だ、なんかあるんですかね、生物に、科学的に詳しい人、なんかあれってあるんですか、牛乳ヘルプミー、一回寒くなってきた、頭は熱いんだけど体寒くなってきた、冷えてきたぞ、体が冷えてきた。あの現象、あれだから牛乳にも一緒ですね。で、牛乳その場合、牛乳飲むと、もう牛乳が 手放せない状態になる。いわば、一口食った後に牛乳、一口食った後に牛乳っていうのがなっちゃうんです。寒くなってきた。手放せない。寒い。寒くなってきた。顔は熱いですけどね。体が。おまけに、B よかも圧倒的にまずい。これだけは言える。圧倒的にまずい。ちなみにこれ値段、これ単品で買うと1000円ぐらいしますからね。本当にまずいな、これ。
当にまずいな、これ。ちょっとアマゾンでググってみましょうか。18、金と。あ、やばい。18金で、ググる。ググったら大変なことやる。その金じゃねえ。うわ、値上げしてる。あ、そっか。2% 増税したからだ。増税前に買ったから3500円だったんですけどね。今ね、3990円になってますね。ちなみにこの、これが単品で買うと1200円。あー、まずい。なん、おまけに辛すぎるから、あの、食う意欲すらない。辛すぎる上にまずいんですかね、これね。なかなかないですよ。レトルトカレーでまずいカレーって、そもそもあの適当にカレーなんでも、あの自作しても適当に作ってもうまいもんですけどね。まずいですね。俺がまずいって相当っすよ。俺ほとんどすべてあの、うまいって食いますからね。好き嫌いはほぼほぼないです。ゴーヤぐらいですね。ゴーヤが嫌いぐらい。ゴーヤ嫌いですね。ゴーヤが嫌いぐらいです。まあ、ゴーヤなんて食わねえからなんだね、大体。あの、沖縄人じゃねえから。食わねえ。うん。まずい。もう一杯はいい。いや。圧倒的にあのリーの完勝ですね。そもそもこれチキンカレーだからまずいのか、いやそうでもないんで、圧倒的にそもそもまずいんですよ、これ味が、味自体がマジで。しかもこれ、しかもこれ1200円ですよ。
1200円もするのに、ビーフカレーじゃなくて、チキンカレーにして、しかも18金で、1200円って、しかもまずいっていう、これすごいですね。ねえ、ビーフでもいいんじゃないの？普通に。何があの、あれだったんですかね。チキンで悪いことなんてあったんですかね。なんか。だって誰だってさ、まあ、誰だってでもねえけど、一般的にビーフカレーの方うまいでしょ。ポークカレーよか。ココイチとかでもさ、ココイチとかでもさ、ホットミルク飲んだら大変なことになった。うわ、飲むんじゃなかった。基本的にだってココイチだってお前、ビーフカレーの方が高いでしょ。で、好んで、豚買うやついますか？牛ステーキと、ね、ポークステーキで、どう考えても牛ステーキの方がうまいな。まあ、ポークカレーでもここまでまずいのなかなかないですよ。これは人生で食ってきた中で一番まずいカレーだね。これ断言できる。圧倒的にまずい。塩とかじゃない。根本的にまずい。まあ、あれと同じやな。あの、ラーメン屋の、地獄の担々麺ごまりの無限。あれもものすごくまずくてな。あれ。まあ、それプラスものすごく辛いんだけどさ。単純にさ、辛いってだけでまずいんだよ。空気ないよ、あれは。あれとも1200円とかするんだろうな、あれ。あれも、1200円とかするんだよ。恐ろしいほどまずいの。あそこまでまずいカレーない、あの、ラーメンないぞ。マジで。ということで、完食。辛さ度数は、120。はい。ぶち上げました。モアホイットさんありがとうございます。